横浜スタジアムにお越しのベイスターズファンの皆さん、ヒーローインタビューです。見事な逆転勝利ベイスターズ、今日のヒーローは田中健二郎投手、藤田和也選手です。まずは田中健二郎投手にお話を伺います。3人目としてマウンドに上がって、今日の勝利投手になりました。ナイスピッチングでした。ありがとうございます。5回先頭としましたが、よく後続を抑えました。ピッチングを振り返ってください。はい、ボールが多かったんですけども、しっかり、投げ切ることができて、抑えられました。ありがとうございます。健二郎さん、勝利投手はいつ以来か覚えてますか？覚えてません。2018年7月26日、中日戦以来、4年ぶりです。いかがでしょう？はい、チームが打ってくれて、僕の後ろのピッチャーが、抑えてくれたので、この勝ちがついたと思いますし、チームみんなで勝ち取った勝利だと思うので、みんなに感謝したいです。よく肩から戻ってきましたね。はい、この強烈なリハビリを乗り越えて掴んだ勝利というものはどんなものですか？まだなんかふわふわしてて実感は湧かないんですけども、とても嬉しいです。ただ今シーズンもこれで7試合連続無失点と好調が続いていると思いますが、いかがでしょうか？はい、できすぎたぐらいなピッチングだと自分自身思っているので、足元すくわれないように、しっかり、自分の投球をしていきたいなというふうに思います。では改めてファンの皆さんにメッセージをお願いします。はい、いつも熱い声援が、僕の背中を押していただいているので、これからもチームに貢献できるように頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。そして隣のメッセージを健二郎さんからお願いします。おかえりなさい。一緒に頑張りましょう。そして同点のタイムリー、藤田和也選手です。ありがとうございます。そしておかえりなさい。ただいま。まずはベイスターズファンの皆さんに久しぶりの挨拶をしましょうか。皆さんお疲れ様です。10年ぶりに、この横浜スタジアムに、帰ってくることができました。本当に感謝します。ありがとうございます。4回、あの場面代打でしたが、どういう思いでバッターボックスに入りましたか？いや、本当、チームが、チャンスで、起用してくれてるんですけど、なかなか、いいところが、見せれなくて、悔しい、思いもありますけど、本当にファンの皆様の、声援で気持ちよく打席に入らせてもらってます。ありがとうございます。どんな思いになりました？いや、本当にホッとしました。はい、打点は2年ぶり、そしてベイスターズのユニフォームを着て打点を挙げるのは10年ぶりになります。特別な思いがあるんではないでしょうか？はい、本当にでもこの感謝の気持ちをしっかりグラウンドで応えれるように、これからも頑張ります。まだまだ元気ですね。
いや、いつもヘトヘトで家に帰ってるんですけど、しっかり、次の日は、試合に出る気持ちで、グラウンドに来てます。これからも温かい声援よろしくお願いします。またチームはこの逆転勝利を本当に大きな人になりましたね。はい、本当にチームはね、本当苦しいですけど、一つ一つ、借金を減らして、どんどん上のチームを追いかけたいと思います。では改めて明日に向かってファンの皆さんに一言メッセージをお願いします。本当に、今日は一日ありがとうございました。明日からも、熱い戦いをしたいと思います。一緒に戦いましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。今日のヒーローは田中。